ファイト。キュートの中島咲です。モーニング娘。アーシックスの牧野マリアです。せーの、ハロステスタート。私遅れた人な気ぐせ笑い合い理屈のない喜び曖昧未完成の過ち悟ったけどそれは恋の季節きらめきは戻らない無限大な最後の夜エンドレスを刻め斬新に抱きしめても壊れないくらい強くなりすぎたから始まりました。よろしくお願いします。ではまず改めて自己紹介したいと思います。キュートの中島咲です。最近気になってるのは、はい、ベレー帽とかキャスケット帽とかなんか最近なんか帽子でおしゃれしたいなと思って気になってますね。キャスケット帽、うん、って何ですか。なんかさちょっとここら辺がほわってなんかしてるやつにつばついてる、ちょんってついてる、シュンって感じの、なんかなかなか自分の頭に合う帽子が見つからなくて、なんか形とか大きさとかフワッと感とかなのでちょっと今探してるんですけど全然見つかんないの。私帽子はあの移動の時しかかぶってなかったです。なんか移動で顔とか隠す時に使う帽子ぐらいしかなくて、野球の帽子とかはあるんですけどね、それちょっと見慣れてる感じのやつだね、はい、では、牧野ちゃんは？はい、モーニング娘。アーシックスの牧野マリアです。最近私が気になっていることは、うん、あの移動中によく動画で、はい、キュートさんのソロアングルを見てるんですね。やだ恥ずかしいやつ。そのあの中島さんの、はい、エンドレスラブっていう曲の歩き方がすごいかっこいいんです。あれだ、キュートの本音ツアーの、はい、のやつだね。こうやって踊ってる時の左手の置いてる場所と、全く意識しない。細かいよ。いやもう何回も巻き戻して見てました。恥ずかしい、ソロアングルとか見ないでよ。いやそれで、うん、あの勉強して、うん、あこれかっこいいからやってみようとか。なるほどね。いうことが多いです。あ研究してるのね、はい、ありがとう。ではでは、前回の似顔絵見ましたか。見ました。私はあの、うん、船木結ちゃんが描いてくれたんですけど、うん、なんかラブリーな感じ、ハートいっぱいで、おうおうおう、ピンクな感じで
ちょっと可愛くて嬉しかったです。なるほど。はい、中島はですね、ジュースジュースの宮崎ゆかちゃんが描いてくれたんですけど、はい、可愛らしくなってた。なんかね、はい、すごい、なんだろうな、清楚っていうか、なんか純粋な中島咲が描かれてましたね。なんかハートとかイチゴとかって可愛かったです。そうイチゴ描いてくれてて、なんかやっぱ秩父のそのアンバサダーやってるからちょっとイチゴ描いてくれたんだろうけど嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、さて最近のキュートはですね、はい、ツアー、秋ツアー始まってますね。それでもって、その秋ツアーは11月の2日に発売するトリプル A 面シングルを引っ提げてのライブということで、はい、初日はドキドキしましたね、新曲初披露。はー、そうなんです。そんなドキドキ感があった、はい、ここ最近のキュートですが、モーニング娘。はい、ワンシックスはどうですか。はい、あのモーニング娘。ワンシックスも、うん、今コンサートツアー秋マイビジョンというのをやらせていただいていて、うん、今全国こうやって走ってないけど、うん、やっているので、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいなって思います。お願いします。お願いします。今回はこんな2人でお送りします。すごい幸せ。冒頭では私たちキュートが11月2日に発売する30枚目のニューシングルから無限クライマックスのミュージックビデオハロステエディットをご覧いただきました。はい、いやすごい、見て見た、もう動画が来た瞬間、うん、ファーってなりました。メイクがすごい濃い。そう、濃いので、なんかクラシックの曲で、うんうん、キレキレのダンスを踊るっていうのがすごいなと思います。さすがだなって思いました。いやいやありがとうございます。いやそうですね、今回ちょっと不思議な世界観を描きたかったり、うん、キュートのミュージックビデオの中で一番かっこいい、はい、ミュージックビデオにしたいっていうコンセプトで作ったので、はい、私たちも仕上がりが楽しみだったんですけど、こんな感じになったのかっていう感じですね。すごーい。だってもう早く続きが見たいです。あ、そうね、はい、今回の曲無限クライマックスはですね、はい、シンガーソングライターの大森聖子さんに、はい、楽曲を提供していただいて、はい、していただいて、そして、歌詞にね、メンバーの名前が入ってるの皆さんお気づきですか？気づかなかった。なんて言うんだろうな、笑い合い、理屈のない喜びみたいな歌詞があるんですけど、本当だ、愛理そう、愛理ってなったり、そう、ちょこちょこ隠れてたり、2番の歌詞にはね、過去にいたメンバーの名前も入ってますので、すごい、なんかそこら辺もミステリアスな感じでチェックしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、そして、キュートはトリプル A 面シングルということで、うん、他の2曲は「愛はまるで静電気」っていう曲があるんですけど、こちらはですね、はい、久々の可愛いナンバーが来ましたね。そう、ダンスもすごい可愛くて、はい、最近キュートかっこいいやつだから、うん、イントロのダンスはちょっとかっこつけて踊ってるんですよ。はい、でもこうじゃない、こうじゃない、今回は可愛くやるよっていう風になって、もう一回直してイントロ、なんか可愛いダンスがスタートするんですけど、そう、そこに注目してほしいのと、はい、あともう一つのはシンギングあの頃のようにっていう曲はですね、つんくさんが書いてくださって、なんか歌詞がすごい素敵ですね。つんくさんだからこそ、今までずっとキュートを見てくれてるつんくさんだからこそ書いてくださった歌詞になってますので、お楽しみにしててください。はい、では、そんなキュートですけども、キュートコンサートツアー2016秋コンパスが先日10月の8日ハーモニーホール座間からスタートしました。はい、その初日の公演からですね、涙も出ない、悲しくもない、何にもしたくないをご覧いただきます。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
私たちの新曲もね、今日初披露させていただきました。わー、緊張した、ね、これは緊張しましたね。緊張した、もっと頑張りましょう、もっと頑張ります。みんな乗ってくれたり、見てくれたり、すごい嬉しかったです。はい、はい、それを乗ってください、今後。そう ね今回ちょっとツアーはね、あのいつものツアーに比べると回数が少ないんですけども、はい、この分ね、1回1回を大切に楽しんでいきたいなと思ってますので、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。以上、キュートでした。バイバイ。はい、こんな感じです。すごい、あれがすごいですね。何？これこれね、これこの照明ね、すごいですね。
いやあれはなんかうまく使って最初はこの形で出てくるのに、うん、途中で本当にこういう棒にだけ見えたりとか、そうそう、かっこいいよね、うん、すごい、なんかああいう演出をしてもらったのが初めてなので、うん、あこういう風にできるんだって思ったんですよ。最初なんかリハーサルやってる時どういう感じになるのって思いながらやってたんですけど、やっぱ、はい、チームキュートさすがだわと思いましたね。スタッフさん素晴らしい、なんか本当に演出が綺麗で、うん、照明の使い方も綺麗だし、うん、ビジョンの抜き方、はい、このなんだろうな、表情ファーファーってしてる、そうそうの感じもかっこいいし、あと研修生のみんなもね、はい、手伝ってくれてるからこそできる演出なので、本当にみんなに感謝だなと思います。すごい、しかも私この曲好きで、うん、これもさっき言ったソロアングルが 1,2,3,4,5 個くっついてる動画をよく見てるんですね、うん、あどれか分かった、はい、あるよね、はい、あります。そうそう、なんかね、今回のツアーは、まあ、結構今回 の, その今見てもらった映像で衣装ちょっと出ちゃったけど、可愛い衣装からかっこいい衣装がある通り、可愛いキュートからかっこいいキュートまで本当に振り幅が広い、キュートが見れると思うので、はい、ぜひ遊びに来てほしいですね。ツアー短いんですけど、はい、本当もったいないと思うぐらい、うん、私たちキュートも大切に1回1回やってるツアーなので、はい、ぜひ遊びに来てください。ファイト。ジュースジュースです。10月26日に発売する8枚目のニューシングルから明日やろうはバカやろうのミュージックビデオハロステイディットをご覧いただきます。どうぞ。シンプルなんだけど、メンバーみんななんか可愛い感じの、なんだ歌詞は強いんだけど、みんなが可愛いからなんかすごい調和されて、今のジュースジュースが現れてる感じがしましたね。はい、バッバッバッバカやろうとか言えてない言えてない。わかる、頭に残るよね。それこそ、夏のハロープロジェクトのコンサートでジュースジュースがもうすでに歌ってたんですけど、残ったもんこの曲。はい、ずっと明日やろうバカやろうって言ってました私もね。え、本当に今回はね、作詞が、福田かのんちゃんということで、すごいね。明日やろうはバカやろうっていう言葉もすごいと思います。ね、うん、それこそ頭に残るからさ、はい、なんかなんていうの、ライブとかでやっても、はい、そのファンの人とか口ずさみやすいんじゃないかなって思うしね、はい、うん、って思いますね。はい、はい、続いては以前行われたジュースジュースの日本語の時間で見事勝利した金沢智子のご褒美のソロコーナーの映像をご覧ください。どうぞ。次はですね、いつもだったらソロ曲のコーナーにね、これから行くんですけれども、はい、ちょっとその前にジュースジュースの日本語のお時間というですね、勉強コーナーをやらせてもらったんですよ。
クイズ形式になってる勉強コーナーだったんですけど、そのコーナーでですね、優勝したご褒美として今日私金沢智子がこのステージ上でソロコーナーをやらせていただきたいと思います。まあちょっとですね、ソロコーナーとはいえどちょっと大掛かりなプロジェクトなので、お手伝いもしてもらいながら頑張っていきたいなと思います。じゃあ準備していきます。はい、はい、ここからはトモコのソロコーナーに行きたいと思います。 It's showtime。Thank you.
ということでマジックのコーナーはここまでになります。皆さんありがとうございました。あー、ドキドキした。びっくりしました。びっくりした。あー、よかった。本当にハロステのソロコーナー以上になります。皆さんありがとうございました。ジュースチーズの金沢智子です。ソロコーナー披露終わりました。はい、今回新宿レニーさんで、ソロコーナーの披露ということで、すっごいすっごい緊張してたんですけど、マジックをやらせていただいて、ずっとマジック何かやってみたいって思ってたんですけど、なかなかここまで大掛かりなものをやったことはなかったので、練習してる段階からどうなることやらってすごい不安な気持ちもあったんですけど、皆さんの反応もすごい良くて、もう本当に楽しく最後までできたので、あと上村あかりちゃんと宮崎ゆかちゃんにも手伝ってもらったりとかして3人でね、素敵なものを作れたので良かったなと思いますし、また機会があったらこういうこと何かしてみたいなと思います。ありがとうございました。すごーい、びっくり。最後のやつすごいですね。だって体がなくなったね。なんかどうなってるか分かんないていうか、でも生きてたから。生きてたね。でも、うん、上村さん3つになっちゃったじゃないですか。3つになっちゃったね。なんで分かんない、本当に本当に分かんない。すごい、すごいね。だってさ、それこそさ、はい、ジュースジュースもツアーで忙しいのにこうやってね、イリュージョンとか大変じゃん、覚えるのも、メンバーで合わせるのも、いやすごい、みんな頑張ったなと思って。すごい、マリアもやってみたいです。おいいね。あの中に入る人やってみたい。ね、どうなってるかね知りたいよね。あとなんかファンの人の声がすごいリアルで、おおって言ってるのがなんかみんな可愛いなって思いましたね。いや楽しんでもらった。だって映像でさ、こんだけ楽しいから、きっと生で見た人は相当盛り上がったんじゃないかなって。実際ね、生で見てみたいななんて思っちゃいますけど、はい、ね、かなともお疲れ様でした。お疲れ様でした。いい天気だね。アンジュルムです。10月19日に発売されるアンジュルムのニューシングルに収録されている愛のため今日まで進化してきた人間、愛のため全て退化してきた人間のダンスレッスンの映像をご覧いただきます。どうぞ。PV の前にもう一度ブラッシュアップする感じの日でした。なんかちょっと、まあ
ロボット的な感じをができたらなっていうことで、あのまあかといってロボットダンスをするっていうよりかは、なんかもうちょっと膨らましたいなと思って、その未来のこう人造人間みたいなイメージで作って、まあ、それが最初に新しく入った笠原が、それが生まれててみたいな感じで、でそれからどんどんロボットが増えてってっていうのが一番サビ終わりであって、で最終的にそのロボットがこう電池が切れてなくなっちゃうみたいな、そんなストーリーなんですけど、題名がすごくこうなんか考えさせられるものがあったんで、なんかその題名とうまくリンクできるストーリー性を持ったダンスができたらなと思って、なんでロボット的なダンスみたいな感じですかね。これぐらいな感じでチュン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 、で手は全部絶対こうチュン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 、指先めっちゃ揃えです、指先めっちゃ揃え、はい、それでいいなって、じゃん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 、ちょっと外に、今こうやって前になったの、ちょっと外、はい、頑張ってこう揃えるカマキリみたいな。カザールはなんか、すごい頑張ってるしと思うけど、まだちょっとぼんやりしてるところもあるし、なんか入っての最初のシングルなんで、あのうまく笠原が浮き立つようにとは思ってるので、あの、まあ、笠原もそれに応えて頑張ろうとしてくれてるので、あの、まあ、頑張っていると思います。GPS で読み出しかなきゃ大事、迷わないように、本音を公開、いさかいに公開、後の祭り、自分を探し、スーパーエコサーチ、特定できてない、意地悪な星を刺激もしてもダメ、用意しといて、一番欲しいもの温度が、あの冷めてるっていうんじゃないけど、シャープ刃物みたいなピッ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 ってしてる感じのイメージがあった方がいいんだよね。で、それがサビになった時にやってることはすごい簡単なシンプルなことなんだけど、なんかちょっとだけ熱くなってくるっていうか、なんか鉄だったら冷たかったのがちょっと熱く燃えるみたいな、でも硬いみたいなイメージ、わかるか、なんかそれがうまくサビと A メロ、B メロっていう風になってくればいいんだよね。で、その B メロのタタタタララララって、ムノタとかはなんかちょっとすごく人間っぽくやってほしいの、真ん中にいる3人はこう見るところとかは逆にすごく生々しく人間っぽくやってくれてっていうのをちょっと思っといてくれるといいかな。頑張ってやってもらって、で最終的にまたカチャ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 ってなって、
電池オフみたいな、ちょっとハッピーエンドではない感じで終わりたいの。だからなんかその最後の盛り上げはもうちょっと熱く、あの入れ替わって今つけたところはもうもっともっと熱くやってくれて全然いいから、ちょっとそんな風にしてイメージしてやってもらっていいかな。はい、はい。無理だからやってることってこれだけだから、逆にないとすっごい薄っぺらくなっちゃうから、多分今ぐらいちょっと考えてくれてるとそれが表情とかニュアンスに出るんだよね。考えてるあのやってくれてる時のとか、そこをちゃんと集中してやりたいかな。はいはい、絶対外開きだからこれに入るときは、それが紙芝居で大変なんだけど、これでいけるかな。よし、じゃあラスト。あ、なんかもうちょっと1回目はバーって振りを移して、まあ時間がちょっと限られてた時間でやらなきゃいけなかったんで、伝えきれてないことがあったから、その世界観とかどうしてこういう振りをにしたかっていうような説明をもできたかなって感じですね。今日はグループ間ので一つの作品を見せるっていう風にできたらいいなと思ってるので、この楽曲の良さとなんかそのストーリー性的なものとなんか面白く見てもらえたらなっていうか、そのそれとアンジュルムっていうなんかコラボが面白くいけたらなと思います。ねえ、笠原ちゃん、はい、初のシングルということで頑張ってましたね。はい、なんかすごいですね、最初の心臓ボーンって入れられるところが、うん、すごいロボットっていうのがすごい分かりやすかったですね。うん、あと笠原ちゃんこの角度めっちゃうまいと思う私硬いからうまくできないんだいやなんか息が合ってるな、うん、最初のシーンはと思ったし、うん、あとなっちゃん先生のダンスって本当にストーリー性があるダンスが多くて、うん、あと振り付けの細かい部分はもちろんなんだけど、自分の感情をちゃんと説明してくれるというか、これはこういう気持ちなんだよとか、もっとこういう風にあの解釈したら変わるんじゃないかなとか、うん、自分のなんだろう感情をなんか丁寧に教えてくれたりするので、本当にみんなの気持ちが揃いやすいんだろうなって思いますし、なんか、うん、あ、こういう感じこういう感じになっちゃう先生のダンスレッスンってってすごいね、なんかウキウキしちゃった私的に。はい、私はあの初めての、うん、私がモーニング娘。なんて初めてのツアーで、うん、あの好きな先輩を歌ったんですよ。うんうん、でその好きな先輩を、うん、なっちゃん先生に見ていただいてたんですけど、うん、まずダンスがどうとか、あの、うん、振りが上手じゃないとかじゃなくて、まず、うん、気持ちのことを教えていただいて、 そうだね、うん、
そういうのを見て、あのこの動画もさっき中島さんがおっしゃったように、うんうん、なんか気持ちも大事にするのってすごいいいなって思いました。ね、大事なんですよね、はい、それだけで自分のなんか気合とか、はい、立ち方とかもう本当にあと一歩の神経とかがなんか明確になったりするので、うん、なんかそう懐かしくなって私も気持ちを大事にしようって改めて思いました。はい、私も思いました。ね、期待ですね、これからのアンジュルムに、はい。すごい幸せ。私のナンバーワン。このコーナーでは私たち MC の何でもナンバーワンをご紹介したいと思います。はい、私たちの思うナンバーワンですから、うん、実際にはそうではない可能性もありますね。はい、ではまず私のナンバーワンからいきたいと思います。はい、私中島さきはキュートの中で一番早く休憩したいタイプの子です。これはね、そうキュートの秋ツアーコンパスが始まってるんですけど、うん、前回のツアーのコンチェルトのライブ の、うん、あの密着メイキング映像をみんなで見てたんですよ、その初日の日に、はい、あの時間があったからなので、終わった初演後にさ、なんかカメラに向かって今日の楽しかったですみたいな話をするじゃないですか、はい、私もういち早く着替えたいらしくてその感情がちょっと伝わっちゃってて、なんか申し訳ないなと思った。もう汗だくをもう嫌ですぐもう拭いて着替えたかったりとか、足もすぐヒール脱ぎたがっちゃうの、良くない癖だなって思う。最近ちらほらファンの人に、あ、ナイキーまた靴脱いでるって言われちゃったから気をつけなきゃなって思います。はい、じゃあ次は私のナンバーワンを発表したいと思います。どうぞ。はい、私、牧野マリアはモーニング娘。16の中で一番背が高いです。え、本当に？はい、ちょっと前まで、うん、あの福村さん、福村瑞希さんの方が高かったんですけど、そうだよね、はい、そうそう、あのツアーの始まってすぐの時に背を測ったら、うん、マリアの方が高かったんです。待って待って、牧野ちゃん今いくつだっけ？163?4?5? とか。わー大きい。あ、じゃあ待って、うちのリーダーの矢島真由美ちゃんも165とかそこら辺だったから、うん、やだ、抜かれちゃうのリーダー。あー、まあ、でも私まだ成長期で、高校1年生なんですけど、成長期でなんか未だになんか膝の成長痛とかがあったりとかするぐらい、まだ、はるか昔なんだけど、まだ伸びてるので、もうちょっと伸びそうな気がします。すごいね。じゃあ頑張ってさ、このイリナちゃん超えてよ。わかりました。大きくなりたいと思う。何？なり大きくなりたいと思います。はい。天気もいいし、どっか行こうよ。エンディングです。はい、早いね。今日すごい早い。私、うん、どうしたの？ちょっと中島さんと、うん、MC するって聞いてから、うん、すごい嬉しくって。ありがとう。はい、でしかもいつもはあの、うん、ハロステのこの日にあの、うん、MC 撮りますよ、撮影しますよっていう時に、うん、名前が書いてあるんですけど、誰とやるって、うん、書いてなくて、おう、で、あ、サプライズとかではないんですけど、ギリギリで中島さんとだって思って、うん、分かったんですね。もうすごい嬉しくって、はい、ありがとう。でも本当に中島さんと MC ができて、もうすごくマリアとっても嬉しかったです。よかったです。なんかね、はい、マリアちゃんとこうやって MC やるの初めてだけどさ、はい、なんか打ち合わせの段階からね、なんか、はいはいはいって、なんか映像見てる時も、だって見てるところをさ、映るとか声とか使わないで、ね、すごいみたいな、もう本当に可愛らしい子だな、純粋なんだなと思って、なんか私の心が浄化されたような収録でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、という感じなんですけど、もしね、次回、誰と MC をしてみたいということで、誰かできるならば誰としたいですか？誰と、私、うん、いつもあのアンジュルムの佐々木理香子ちゃんとやりたいですって言ってるんですけど、いい大人だね。できるならもう一回中島さんとやりたいですっていうのはありか、どっちかわかんないけど、かわいい、本当にいいこと言ってくれる。もう終わっちゃうの寂しい。いや、
かなくて大丈夫だよ。私はね、カントリーガールズの嗣永桃子ちゃんが中島とやりたいって言ってくれたので、うん、だからあの私からもやりたいよってちょっと両思い感をアピールしたいなって思いたいと思ってます、はいはいではここで次回のハロステ MC を私たちが発表したいと思います。イエイ。事前に書いたよね。はい、よし。これね、牧野ちゃんの方は一発でわかると思う。本当ですか。ちょっとじゃあちょっと待って、私からやっていい？牧野ちゃん前から。わかりました。いきます。私はこの子を書きました。デレン、うん、このびっくりマークを表してるのはちょっと元気だから。あごめんね、本当にごめんね。また会ったら謝るから。でもすごい、私すぐ分かりました。いや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 、本当に可愛いね、マキノちゃん。マキノちゃんも発表して。はい、じゃあ私の解体はじゃん。分かるでしょ。分かるかな。私すぐ分かったんだけど。分かるかな。すぐ分かったって合ってるか私も今分かんないんですけど。はい、でも絶対合ってるはず。本当ですか。そう、これをヒントに次回のハロステ楽しみにしててください。はい、ではですね、はい、最後にモーニング娘。16の石田あゆみのヘアアレンジ映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はキュートの中島咲とモーニング娘。16の牧野まりあでした。またお会いしましょう。バイバイ。モーニング娘。ワンシックスの石田ゆみです。今回は、CD のジャケット撮影だったりとか、何かこうかっこいい衣装を着るよっていう時によくヘアメイクさんに作っていただく髪型を自分で再現してみたいと思います。それでは早速いきましょう。まずですね、この髪の毛、普段私はこの真ん中で分け目を作っているんですけど、大人っぽくしたいなっていう時はこの分け目をガッと変えます。こっちをこの辺ですね、大体でいいんですよ。何枚持ってくると変な風になってしまうので、どんぐらいかな、いわゆる七三ぐらいですかね。はい、こんぐらい横に持ってきました。でこれの分け目もあんまこう櫛とかでピーって綺麗にやっちゃうとなんかピタッみたいになっちゃうので、それではなくこう手でなんとなくのざっくりでいいんです。はい、こんな感じで分けました。はい、こうですね。そしてヘアアイロンを使ってちょっとこう髪の毛に動きをつけていきたいと思います。まず内側の方の髪の毛からやるので、これ一旦押さえます。あ、ちょっとあまりにも雑すぎました。内側の髪からやるために仮止めをします。仮止めなので適当なゴムと結び方で大丈夫です。そうですね、こう櫛を溶かしながらアイロンをするんですけど、あの動きをつけるときにこうコテとかで巻いてもまあいいんですけど、多分コテで巻いてしまうと結構こう可愛らしい感じになってしまうんですね、どうしても。なのでこうアイロンで動きをつけるぐらいがちょうどいいんですよってヘアメイクさんに教わりました。それをやります。まずこうアイロン当ててこう内巻きにするように内側にこう入れます。そして途中でアイロンを外に向けます。そして最後もう一回内側にグッと入れるんです。そうするとこうウェーブみたいになるんですよ。軽く軽く、ちょっと今長く時間やってたから結構強くなっちゃったんですけど、こうやって、まあ、3段ぐらいの3段、クンクンクンって普通のコテで巻くくるくるではない、こういうウェーブができるんですね。それを作っていきます。たくさん、このウェーブも最初内向きで終わったんですよ。内側内巻き
内巻きで終わったんです。なので次は外向きで終わらせるとか、はい、そうですね、こう交互にやっていきましょう。後ろは難しいんですけど、なんとなくで大丈夫です。髪の毛のこの内側は正直見えなくなるので、あまりこう大体でいいんですよ。練習だと思ってください。髪の毛の内側は はい、なんとなくできましたね。そしたら次の段、3段ぐらいに分けてやるのがいいかなと思います。そして最後、あ、分け目が、はい、この分けたの、こうあえてこうちょっと前髪にかかるのとかこうやって持ってきてやると最後決まるんですよ。そしてここの多分完成の一番大事になってくるここの流れなんですけども、このちょっと前髪にわざとかぶせるんですよ、少しこうやってちょっとほらはいこれここの髪の毛はこう流れるようにというか、ちょっとそっちにやるつもりで斜めに用意して同じことをします。まあ、やることは一緒なんですけど、その髪の毛の流れ、前髪なんですけど、私今ですね、前髪がちょっと短くって、こうかっこよく決めたいところがちょっとかっこよく決まらないんですけど、ちょっと前髪が長い人とかはこっちから持ってきた髪の毛と一緒にこの辺の前髪の端っことかを掴んであげて、こう一緒に流れを作るというか、普段前髪パッツンでこうなんとなく決めてる子がちょっとさらっとこっちに流してたりしたらかっこいいじゃないですか、ギャップがあって。そういうのを狙っていければいいんじゃないかなと思います。さあ完成しました。こうやって普段と分け目を変えることによって大人っぽさが出るかと思いますし、分け目を変える程度だったら女性だけでなく男性の方もきっとできると思いますので、こう普段と自分を見せたいな、ここぞという時はこうやって普段と分け目を変えてみてはいかがでしょうか。こうやって、ヘアアイロンだけでできる簡単なアレンジ紹介させていただきました。ぜひやってみてください。以上、モーニング娘。16の石田あゆみでした。